日本神奈川県横浜市製薬北町北町は神奈川県横浜市製薬の町名。住居表示は西港で町名は設けられていない。面積は0.440平方キロメートル。製薬の北端に位置し、町の北の都県境で町田市鶴間に接する。北東では国道16号を挟み緑区長津田町、東は環状4号線を挟み、 西約卸本町、南は八王子街道を挟み西谷町、南西では道街道を挟み上西谷町、西側では東名高速道路を挟み五管目町に接している。東名高速横浜町大インターチェンジや国道246号にも近く読売プリントメディアの印刷工場などが立地する。 町内の八王子街道には上、瀬谷通信隊前と、笹原のバス停留所があり、横浜駅西口、鶴ヶ峰駅と鶴間駅を結ぶ神奈川中央交通バスが運行されている。1973年頃から清水建設の住宅工場や、日産プリンス、セアサービスセンターなどが建設され、開発が進んだ。1974年8月12日に、 町会町名整理事業に伴い世いや町から分離、新設された。町名は製薬の北部にあることから名付けられた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。